どうもこんばんは。テツヤジャパンの代表木村哲也です。3年ほど前にも荘園プラザさんで、プレゼンさせてもらったんですけども、本日、応援にも2回目です。で、荘園プラザさんにご協力していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。このロシア白樺耐水合板という事業が始めたんですけど、皆さんの以前も会社経歴説明させてもらったんですが、もう一度簡単に、平成10年電気工事業で哲也ジャパン始めたんですが、平成20年このリーマンショックが、リーマンショック後にすぐこのロシア白樺耐水合板の輸入事業を開始したんです。このなんていうの、景気が悪いというかあれなんですけど、こういう暇な時期だったんですけど、暇な時だからこそ結構業者さんも手伝ってくれたりとか、協力して仲間も増えやすかったというのが良かったんですけど、このロシア白樺耐水合板はですね、ヨーロッパの普及している材料なんですよ、一般的に。アメリカや韓国とか、そういったところにも輸出されていまして、こういう造船とか、遊具だとか、家具、こういう建築の内装材とか、トラックの荷台とか、いろいろなところに使われています。合板としての性能がとても良くて、水に強いとか反りにくいとか、そういったところがこういろんな業界で使われている、理由の一つです。日本製の合板とロシア製の合板はじゃあ何が違うんやというところなんですけれども、なんといっても合板というのは板なんですけど、強度がもうすごい強いんですよ、ロシア製は。JAS 構造用合板というのは日本にあるんですけども、日本農林規格とかそういったもので決められてる合板との比べると3倍以上の強度があっています。これは6.5 ミリの厚さの合板なんですよ。ちょっと後ろ回してもらって、30ミリまで厚みがあるんですよ。で、大きさは2メーター44センチの幅が1メーター22センチという、天井ぐらいまで届く大きさなんです。で、なぜ強度が強いのかといいますと、この重ねている短板、通称ベニヤっていうんですけど、短板の枚数が多いんですよ。このバームクーヘン状にこうものなんですけど、こういう断面をデザインに使うっていう考えられる方もいるんですよね。例えば家具使う面作った時にですね。で、白樺の色がこう明るく、柔らかい感じがしますので、そういったものづくりに、お部屋作りだとか。家具作るにしてもね、こういうイメージが人気となっています。で、この事業 のコンセプトは、このロシア資源と日本のものづくりの発展というところにいうところなんですけども、簡単
に言いますと、こういったあのロシア白樺耐水合板がこう日本のものづくりに 使われ、その売上金の 1% をまた植林に使い、またこの合板が作られるという、こう永続的に続く循環型社会の構築というようなことでやっています。で、まあ、私あのこの事業をあの初めて6じゃ7年目に入ったんですけども、まあ、最初はこういう合板を使う業界にアピールしたんですよ。船業界とか音響業界、DIY 業界、家具業界、建築業界にダイレクトメールを送ったんですよ、まあ、そう今あの皆さんに見てもらっている小さいサンプル編を入れてカタログと、まあ、お手紙入れてあの黒猫山というのを持って行ってもらったんですよ。そうするとあのこれなんだという問い合わせが、まあ興味ある人来まして、それはあのロシア白樺耐水合板の原寸板 2440×1220mm の大きい板をあのキャラバンっていうあの車があるんですけど、電気工事の時に使ってた、まあ、これを積みあの日本全国、まあ、津々浦々っていうやつですよ。北は北海道から南は沖縄まで、もうあのとりあえず嫁さんと二人で一軒ずつ回っていったんです。それで問い合わせが問い合わせが来る人はほとんどあのその業界の設計士、設計する人、まあ、これをどう使おうって考える人が問い合わせてくるんですが、まあ、この設計者がこの、まあ、接種というかオーナーにこの材料いいんじゃないかということで提案してくれるんです。まあ、そうすると今度また設計者はあの設計図を書いて施工者にこの材料がいいので使いたいという、まあ、説明をしてくれます。まあ、そうすると施工者はあの設計者やオーナーにこう見積もりを出すんですけど、で、まあ、それで見積もりで接種が OK となったら今度この施工者は木材店に注文をかけるんです。そうすると木材店は今度問屋にあの注文書を出しまして、でその問屋がこの鉄屋ジャパンにこの注文書を流る注文書を送るという流れが、まあ、一般的というかよくあるパターンなんですけれども、まあ、あの最近はあの直売をしてますので、あのインターネットなども流行ってますから、この木材店が直接買いに来たりだとか、まあ、施工者が直接買いに来たりだとかね、まあ、あの世襲が買ったりだとか、まあ、時には設計者を買うという時もあるんです。まあ、あの誰が買いに来ても同じ値段で販売してるんです。ですから問屋さんを通して木材屋さん通して、まあ、施工者を通して、まあ、ここに行くにはもちろん私が販売してる値段よりもね、手数料がやっぱり乗って高くなってる。まあ、それが不満に思う方は直接こう買いに来てます。まあ、あの木材屋さんたちが買うとそれなりのサービスをつけてこう販売してますので、あの、まあ、別に悪いことではないんですけど、はい、まあ、こんな流れでやってます。で、まあ、あの販売して7年が今経ったんですけども、
まあ、こういう自作で作るボートを作るためにロシア白川耐水防犯使いたいと言って作られた方がいるんですけど、DIY で作った、これ茨城県の人だったと思います。でこれはヨットを作る、これ愛媛県の人、音響製品ですとこういうスピーカーボックスだとか楽器、打楽器なんですけど、スピーカーボックスはあの長野県の方で、まあ、自分で作って販売もされているからです。でこの楽器カホンっていうのはあの南米ペルーの楽器、打楽器なんですけど、これは静岡県の美術大学の教授が作ってくれました。これウッドデッキを、ね、使われたんですよ。外壁、こっちは東京の印刷会社で、こっちは長野県の別荘です。外壁にも使っています、まあ、大きい一枚板ですから、まあ、カットしたりして、まあ、いろんなことに使えます。建築材ではこのような建具、扉の建具の写真、これ階段の踏み板だとか、これ幅切れとかね、フローリングとか使っています。既製品っていうあのもう建材メーカーがサイズ決めて販売してるものを作っていくような提供の仕方をしてないので、この大きい1枚の2メーター1メーターの大きい1枚からこう気取りを考えて階段を作る、まあ、扉を作るというところに設計者は結構燃えるので、作られたものを設計で見れるわけです。でまあ、フローリングといえば大体細い幅の、まあ、短いフローリングが多いんですけども、まあ、木の節などこう避けていくと、まあ、そういったものが作られてしまうんですけど、まあ、この合板ですから、まあ、幅が300ミリの長さが1200だとか2400だとか、まあ、好きな形で作れるんですね。であのこうサイズ色、まあ、塗装するんですけど白木ですからこう茶色とかね、青でも緑でも何でも塗れる。これは北海道 の、 あのお家で、こっちはあの岩手県の中尊寺のカフェなんです。で最近その幼稚園や病院の、建設、また建て替えなどがすごい多いんですよ。アベノミクス効果と思うんですけど、まあ、そういった場所、これ明るいイメージを好むんですよね、この幼稚園や病院などは。とかこういったところに結構今使われてきてる、下駄箱だとかね、カウンターとか。でまあ、白色 の、 あの木ですから、まあ、いろんなものとマッチングもしやすいんです。でまあ、いろいろあの使われてきてすごい広まってあの来てるんですけど、これは本当全部、ね、あのロシア白樺耐水合板で作られた岡山県の積水ハウスの社員の方なんですけど、自分とこの住宅部材使うよりも安くついたりでますこの板から気取り考えてね、もう余ることなく使ったんですよ、木を。
まあ、結構こう広まってきてるんですけども、あの一体どこまでこの合板は広まるんだというところをまあ考えますと、まあ、すごいあの量になるんです。まあ、日本のその合板の生産量と輸入量をちょっとここにあの、まあ、ちょっと古いですけど、あの農林水産省統計もあるんですけど、まあ、この輸入合板352万5664立方メートル、針葉樹合板は254万9000立方メートルですね。広葉樹合板、シナカバ、まあ、ここ少ないですけど、これ21万6000立方メートルなんですけど、まあ、シラカバはここに、ここの商品と競合するというか、まあ、よく似たものなんですよ、内装内に。よく使われますから、まあ、ここら辺はあのこのラワンとか安いんで下地材などによく使われます。こういうあの目がちょっと荒い絡まって杉ヒノキなんかね、まあ、値段は安いんですよ。で、まあ、この量は一体どんなものかピントは来ないと思いますが、あの大体あの40フィートコンテナがあの15万9860台分なんですけど、今鉄矢ジャパンがそのロシア白樺耐水合板を販売している量は1ヶ月に1コンテナなんですよ。でそれが今この日本で合板使われてるのはもうこの15万16万台分ですよね。まだまだこれからあの伸びていくと考えてはいます。でこの伸びていく市場にあの、まあ、ダイレクトメールを送って一件一件こう会いに行くっていうのも、まあ、一番いいとは思ってるんですけども、最近あの考えてることなんですけど、テレビコマーシャルとかねしてみたらなんかどうなるやろうなって最近思うんですよ。何でも作れるロシア白樺耐水合板って言ってあのビフォーアフターとかテレビの合間にテレビ CM でもすればね、あの、まあ、結構問い合わせも増えるかなとかねこう思ったりするんですけども、こういったあの白樺 このイメージを出しのロシアンバーチエコバーチみたいな感じで、まあ、しかしテレビコマーシャルをするにはまあ、このやっぱり資金が必要ですよね。で、まあ、こう売れて売れ続けるにあたって私は在庫をどんどんストックするのでも資金がいっぱいなんですけども、そんな中テレビコマーシャルする暇はちょっとあの余裕はないんです。で、まあ、今日のあのプレゼン会は荘園プラザのメンバーさん、まあ、テレビ CM について相談したいと思って今日プレゼンに参加しております。まあ、例えばこの私あのコンセプトであの先ほど説明したこの合板ものづくり売り上げ 1% を植林にあの植林事業に使うというね、あのこのあれなんですけども、まあ、例えばこの売上 1% をあのテレビ CM にテレビ CM をするためにですね、例えば荘園プラザさんがテレビ CM を何かこうできるとしたら、まあ、活動してくれたら売上これもここで循環するという。こんなイメージを、まあ、簡単に考えたんですけど、まあ、まあこういうことをしていくと、まあ、今後の鉄矢ジャパンと荘園プラザはどうなるかという私のイメージなんですけど、まあ、こう荘園プラザさんが、プレゼンでここで今日させてもらって語
活動してテレビ CM ができたと、先ほどの循環型社会が構築できたとしたら、まあ、それを見た今度プーチンさんが今度安倍思想になんだねあれはということなんで、コミュニケーションが取れるようにもしなったとしたら、まあ、まだ締結されてないこの平和条約が結ばれ、まあ、あの北方領土返還とこういうあの今未来予想図をちょっと変えたんですよ。まあ、そしてあのまあ私たちは家族の幸福を追求するとともに木製品の進歩発展に貢献し、まあ、どこでも使いやすい白川防犯を継続的にあの提供していきます。自社に、要望される顧客サービスなどは、まあ、考え抜いて、最高の顧客サービスを実現させていきたいと思っています。まあ、で人が喜んで働ける環境を提供し、革新的な仕事をする。で結果として売上と収益の高い成長を目指し、日露貿易の代表的な商社となるというのが目標です。ありがとうございました。